うめえ。さあ、今日のご飯です。今日は、なんと、すき焼きです。それでは、オープン。いいですね。では、卵を割ります。すき焼きはね、久しぶりだな。やっぱり順番としてはまず肉だな。肉からいきますよ。あ、えのきもあるよ、一緒に行くわ。それではいただきます。うまっ、うまいわ。すぐに食おうきます。うん、うめえずら。今日ね、うどんがあるんで、ご飯はなしです。またこのうどんがうまいんだな。すき焼きはね、大好きなんですけど、外でね、食べたことないですね。お店でね。焼肉とかはね、よく食べに行くんですけど、すき焼きはあんまりないな。あんまりとか一回もないな。白崎うまい。ここはニンニクね。ちなみに昨日の晩ご飯はパスタでした。野菜をねたっぷり使ってあるパスタで、もうあとでしょう。で、ちょっと早いんだけど、締めではないんですけども、うどんいっちゃいまーす。今日ね、動画見てたら、土壌美味しいでしょ、魚の土壌。あの魚は茹でて、茹で上がったらミキサーで液体にして、バーッと回してね、それをスープにして食べてる人がいたんですけども、あれ、美味しいのかな、土壌って。食べたことないですよね。ああ、昨日だけがなんか UFO みたいな白い液体が空飛んでるやつ。なんかニュース見てたら自衛隊のもんでもないしね、何かわからないって言うんですけどね。何なんだこれ。なんか UFO というより、なんかの観測機みたいな、天気や気温とかね、調べるための機械を風船が引っ張ってきてるのが見えたんだけど、なるですね。
ほど。今ね、うちの屋根の上にツバメが巣を作ってるみたいなんですよね。何回も何回も飛んでる人はね、プシシクパーシクしてるんですけど、ツバメが来たらいいことがあるって言うけど、それなら嬉しいんだけどね。危なく今日も忘れてくださせ、ゴーホープロ。んで、なんだろうな、あ、ツバメか。不思議だね、あれね。田んぼの泥を捨てて、巣を作って、ちゃんと子育てするんだもんな。牛丼食べるときに生卵を一緒に食べる人多いですよね。牛丼食べるときに生卵もやったことないんですけど、うまいんですかね、やっぱり。カレーとかね、やることもあるんですけど、牛丼はないんですよ。今度試してみようかな。昨日ね、アメリカンドッグ食べてたんですよ。そしたら、ボールの先っちょを返してきたって、大好きって音がしたんですよね。なんだと思ったんですけど、まあ気にもかけて食べてたんですけど。そしたらね、鏡見たら、前歯の、右側の前歯の半分が欠けちゃって、歯抜けになってるんですよね。なんか歯抜けじいさんっていうか、小豆洗いっていうか、おなかギリギリみたいな感じでね、もうダサいんですけど、歯医者は来月普通に予約してあるんで、その時に見せてもらおうかなと思ってるんですけど、なんじゃ暴れるかな。もうカルシウム不足なんかな。若い頃はね、ネジしっかりすると大量に作るからちょっと余るんですよね。でもそれを次の日朝から冷たいままでご飯にかけて食べるのが好きでね、なんかめちゃうまかったですわ。もういい味出しまくってますからね。
どんがまたうまい。春菊を食べたいというくらいで、春菊があればね、しょっちゅう買ってますね。あまりね、する機会はないけど、今日はとりあえず食べ納めかなというところなんですけども、今日は暑くもなく、寒くもなく、ちょうどいい感じですね。風が気持ちいいし、これが涼しいといい気持ちになるんですけども、二十歳ぐらいの時かな、バイク乗ってて、なんか自分が風邪になったような錯覚を覚えて、友達に、俺今日さ風邪になったんだよ、風邪ひいとか言って、風邪ひいたのかというようなオチはないんですけども、風邪、自分も風邪になったよ、バイク乗ってて浮かせたなっていう、そんなこと友達にね言ってたんですけども、なんで風邪になるのか今の僕の感覚では分かんない。今思い出したら恥ずかしいですよ、毒気になってきましたからね。その時学生食堂の食堂で飯食いながらそういう話したんですけども、友達なんてそんなこと言っても誰も聞いてくれずに、僕が食べた後のうどんの汁をね、お茶の掛けにそのうどんの汁もらっていいかって言うんですよ。ああ、いよいよ、でそしてごくごく飲み出したんですけどもね何の話も聞いてです、うどんの汁を狙っていたという、どっちもどっちやな。いやもう本当にないよ、白菜の切れ端があった、残念。本当はここで
締めのうどんに行きたいとこなんですけど、初めからうどんが入ってたんでね。ああ、食べてた。うまいね。この満足感。このつゆもね、ごくごく飲みたいんだけど、さすがに塩分かさだな。うん、美味しかった。まあね、妻は梅雨の最中ですけども、まあ暑くなったりしますので、お体を気をつけて。それでは、ごちそうさまでした。